皆さんこんにちは。愛媛 FC レディースの上野真美です。今脅威となっている新型コロナウイルスは世界中に広がり、多くの方々の生活に大きな影響を与えています。この大変な状況の中でも最前線で戦う医療従事者の皆さんはもちろんのこと、行政の方々、物流を担う方々、生活必需品をご提供してくださる方々など、本当に多くの方々が様々な立場で懸命にコロナウイルスと戦っておられます。そんな皆様の行動に心からリスペクトをしています。これ以上感染を拡大させないためにも、私たち一人一人が危機感を持ち、今すべきことを自覚して責任ある行動をしていきましょう。改めて新型コロナウイルスに対して尽力するすべての方々に感謝の気持ちを込めて拍手を送らせていただきます。